有名ミュージカルと秘められたもう一つの物語、続いてはあの大事件から生まれたウィキッド。さあ現在大阪でですね、大ヒット公演中のウィキッドでございますが、このポスターも絶対もう西井さんがいたらものすごい貼ってるからな。さあこんなウィキッドでございますが、アメリカで起きたある大事件がきっかけで生まれたミュージカルだそうでございます。一体どういうことなんでしょうか。まずはストーリーからどうぞ。人間と動物が同じ言葉を話し共に暮らす自由の国オズ。そんな国の大学に二人の女性が入学してきた。なぜか緑色の肌を持ち気味悪がられるエルファバと、美しくポジティブな性格で人気者のグリンダだ。性格も外見も正反対の二人は初めは激しく反発し合うが、次第に友情を深めていく。そんな中、オズの国を支配する魔法使いから魔法使えるエルファバに招待状が届く。喜んで会いに行く二人。しかし憧れの魔法使いは魔力を持たない普通の人間だった。しかもエルファバの魔力を利用し悪い企みを企てていた。それを知ったエルファバは反旗を翻す。秘密を知られたオズの魔法使いはエルファバを悪い魔女に仕立て上げ捕まえようとし、グリンダは国を救う良い魔女として祭り上げたのだった。果たして二人の運命は。このウィキッド誕生のきっかけとなった事件とは。湾岸戦争。時は1990年、アメリカ政府とマスコミは連日サダム・フセインを中傷する報道を続けていた。世間でもイラク攻撃を支持する声が強まっていく。誰もが知らないうちにフセインを悪とみなしていた。しかしある男はこれに一つの疑念を持つ。フセインは本当に悪者なのか。イラクの人たちから見たらフセインが英雄で、アメリカこそが悪者なのではないのか。彼の名はグレゴリー・マグワイア。ウィキッドの原作者だ。グレゴリーは少年時代に読んだ一冊の童話を思い出した。オズの魔法使い。そこには良い魔女と悪い魔女が登場する。どうして悪い魔女は悪い魔女になったんだろう。童話の中にその答えは描かれていなかった。そうだ、悪だと決めつけていることも本当は悪ではないのかもしれない。こうして生まれたのが、悪い魔女がどのようにして悪い魔女に仕立て上げられてしまったのかという物語。そう、ウィキッドは湾岸戦争がなければ生まれなかったミュージカルなのだ。いやすごい、僕見て今の見たらやっぱりすごく感じるもあります。誰と見に行ったノブ。やべや、何でノブと行くねや。絶対ノブちゃうと思うね。絶対ノブですよ、聞いてくださいよ、四季の人に。四季の人見てへんやろ、あんたのこと。歌って踊ることに必死やから。ノブと俺が二人でおったから絶対分かってるはずですから。見てないけど。さあお待たせいたしました、ここでスペシャルゲストの登場です。なんとウィキッドのキャストの皆さんが来てくれました。本物の歌とダンスをご覧いただきましょう。それではよろしくお願いします、どうぞ。なんとウィキッドのキャストの皆さんが来てくれました。本物の歌とダンスをご覧いただきましょう。それではよろしくお願いします、どうぞ。おお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